ワニの陸路で密輸の中心となっている倉庫の情報が入った。ヘリだったらヘリだ。倉庫に侵入してスケジュールと密輸ルートの資料を盗んできて。見つかるぞ。待て。ドローン飛行中。配置に使う気を変えた方がいい。サブマシンの発見しかりようだ。トラックの近くターゲットを逃がした。ターゲットを捕捉。ターゲットロスト。隊長をマーク。下がれ、奴らに見つかるぞ。了解、配置につく。了解、ターゲットを捕捉。ターゲットを確認。やった。3人目の敵だ。この地域での運送スケジュールとルートだ。これを探してたんだ。必要な写真は撮った。撤収だ。敵がいる。了解、移動する。狙いやすい位置に移動する。ターゲット確認。ターゲットを確認した。やったぞ、やつを倒した。よし、オールクリア。くそ、敵がいるぞ。シカリオがいる。見えない。検問所の付近だ。見つかるぞ、下がれ。おい、カルテルのメンバーがいるぞ。燃料タンクの横だ。クリアだ、警報は鳴ってない。今ボーマンに情報を転送してる。これでコアニーの物流網が大体分かるはずだ。下がれ、下がるんだ。ユニダットのヘリが来る。身をかがめろ。こちらボーマン、新しい任務よ。なんだ。トラック倉庫で見つけてくれた情報はまさに宝の山だった。輸送スケジュール、輸送ルート、何もかも分かった。スケジュールによると今まさに出発しようとしてる車がある。大物よ。4トン以上もトラックに積まれてる。位置情報送るわ。片付けて。了解、すぐ取り掛かる。